Wikipedia English writes about Ninhursag as follows. In Sumerian religion, both the mother goddess of mountains and one of the seven great deities of Sumer. She is principally a fertility goddess. Temple hymn sources identify her as a true and great lady of heaven, and kings of Sumer were nourished by Ninhursag's milk. Sometimes her hair is depicted in an omega shape, and at times she wears a horned headdress and tiered skirt, often with bow cases at her shoulders. Frequently she carries a mace or baton surmounted by an omega motif or a derivation. She is the tutelary deity to several Sumerian leaders. Wikipedia 英語版は女神ニンフルサグについて次のように書いています。シュメールの7人の神の一人、豊穣の神で天の真実にして偉大な神であり、シュメールのリーダーの守護神であると。そしてシュメールの王たちはニンフルサグの父、つまりミルクで育ったとも言われている。ニンフルサグの髪の毛はオメガマークの形をしているところから、オメガがニンフルサグの象徴的シンボルとして使われている。そのニンフルサグをルネサンスの画家ジョルジオ・ヴァサーリが自分の絵画の中に隠し絵の形で書き込んでいましたが、これは神々の謎を解く重大なヒントとなりました。広志林浜松シティジャパン。ジオルジオ・ヴァサーリです。1500年後のイエスのやはり操り人形芸術家でした。そのジオルジオ・ヴァサーリがこんな絵を描き残しています。一応ギリシャ神話に基づく絵ということになっていますが、そうした説明にはほとんど意味がありません。この絵の中に12という数字が隠し込まれていました。12、つまりニンフルサグの神聖数ということになります。神聖数について簡単に説明しておきます。バウンダリーストーンです。境界石です。王権を与えられた王たちはこの境界石を教会に置きました。その境界石には神々の像が描き込まれています。で、この境界石ではイナンナ・イシュタールが頂点に立ちます。そしてそれぞれの神々にはシンボルマークと、そして神聖数が割り当てられていました。で、この神聖数がですね、それぞれの神を表すということにもなります。右中央やや下がニンフルサグです。で、順に見ていきます。神聖数60アヌ王です。50エンリルです。そして40がエア、延期、ギリシャ名プロメテウスです。そしてイシュタールは15、そしてシャマーシュが20、そしてニンフルサグ、オメガマークのニンフルサグが12です。こうして神聖数によって神々を表現したということになります。その神聖数がジオルジオ・ヴァサーリの絵の中に隠し込まれていました。おそらくジオルジオ・ヴァサーリもこの事実に気がついていなかったものと思われます。そのニンフルサグを私たち人間の立場で簡単に理解しようとするならですね、ニンフルサグというのはアヌ王の一応娘ということになっています。そしてあのエア延期、つまりプロメテウスの姉でもあり妻でもあるということになります。神々の世界においてはそうした関係はあくまでも便宜上のものです。で、姉でもあり妻でもあったのがニンフルサグということになります。人間改造の手助けをしたといいますか、延期と一緒に人間改造をした女神ということになります。話を先に進める前にジオルジョ・バサーリの年代をですね、簡単に説明しておきたいと思います。リオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてジオルジョ・バサーリです。ウィキペディア英語版によれば、ジオルジョ・バサーリはミケランジェロの弟子ということになっています。ですからジオルジョ・バサーリがミケランジェロの描いた絵と似ている絵を描いてもおかしくはないということになります。で、レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この左の子供に注意してください。マリアの指先が皮膚に潜り込んでいて、そしてその子供の皮膚には脱皮した様子が描かれています。バイ・林博です。で、その脱皮した様子は正確に、爬虫類、トカゲなどの脱皮した様子と一致しています。このような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、このような絵を発表したということになります。で、今は皆さんにこの脱皮した様子をご覧いただいています。そしてジオルジオ・バサーリも同じような絵を描いています。ダ・ヴィンチとジオルジョ・バサーリの間には何か接点があったのでしょうか、なかったのでしょうか。で、左端の女性に注意してください。手に直角定規とコンパスを持っています。直角定規とコンパスです。言うまでもなくフリーメイソンのシンボル的なアイテムです。この2つが重なって現在のフリーメイソンのシンボルマークとなっています。と同時にこの絵の中で注意していただきたいのは、ここに描かれている人物の背中にはトカゲ特有のヒレが描かれていることです。背中のボコボコに注意してください。ヒレが描かれています。この赤丸で囲った部分に注意してください。by 森本聡さん発見です。で、このヒレが何を意味するかですけども、ラム族特有のヒレということになります。そのヒレが中央右より下のこの人物の背中にも描かれています。注意深くご覧ください。黒く塗りつぶしてありますけども、これは隠し絵で描かれたヒレということになり、それと同じ、全く同じ絵がミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井に描いた絵の中にも描かれています。ノアと3人の息子ですが、この左の赤い四角で囲んだ部分に注意してください。90度左に回して反転してみますと、そのコンセプトといいますか、描き方が全く同じであることに皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではありません。体に注意してください。体の描き方も全く同じです。もっともこれについてはジオルジョ・バサーリはミケランジェロの弟子であったという点から、こうした、作風といいますかね、絵画を、学んだということも考えられます。しかしその表現の仕方が全く同じであるというのも大変奇妙なことではないでしょうか。そしてここが重要な今日のポイントになりますから、もう一度ジオルジョ・バサーリの絵を確認してみてください。左はジオルジョ・バサーリの描いた絵ですけども、この赤丸で囲んだ腰の部分に注意してください。拡大してみました。白い布のようなものが描かれています。これはしかし布ではありません。ずっと足の下まで輪郭がぼやけて続いています。つまり神秘、皮です。つまりこの人物も脱皮するタイプの人物であったことを示しています。そしてそれと同じ、人物をですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母ルーブル版の中に描き込んでいます。マリアなる人物の指先がこの子供の神秘の下に潜り込んでいます。その色の表現の仕方、形、コンセプトは全く同じです。位置も同じです。そしてその神秘がですね、全体としてそれが続く輪郭をですね、ぼんやりとしている点に注意してください。つまり神秘、皮がここに描かれているということになります。そしてもう一度、トカゲなどの爬虫類の脱皮の様子と比較してみてください。正確に色、形、神秘の様子、脱皮している様子がですね、正確に描かれているのが分かります。つまりこれらの絵はですね、上の絵は絵ではなくて写真技術を応用して作られた、絵ということになります。このような形で1500年後のイエスはこうした画家たちを通して、神々の世界を説明したということになります。もう一度左の子供の足を見てください。輪郭がぼやぼやとして、そして足の甲からつま先にかけて皮膚がめくれているのが分かります。つまりこれは布ではありません。一般に説明されているような布ではありません。脱皮した皮ということになります。注意深くご覧ください。そしてその脱皮した様子がトカゲのそれと一致しているという点に注意してください。今赤丸で囲んだ部分がそうですけども、輪郭がぼやぼやとしてますね。で、同じようにジョルジョ・ヴァサーリの描いた絵の中でもそれが表現されています。輪郭がぼやぼやとしている点に注意してください。ということは、岩窟の聖母の中に描かれている左の人物イコールジョルジョ・ヴァサーリの描いたこの絵の人物ということになるのではないでしょうか。今まで私は餌の子供というふうに表現してきましたが、この人物こそがひょっとしたら替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。ともかくもこのような形でジョルジョ・ヴァサーリの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の中に描かれている左の人物、子供の皮膚が一致しているという点です。で、脱皮についてもう一度簡単に説明しておきます。やはり岩窟の聖母ですけども、右の天使と言われているこの人物は一般には女性と理解されていますけども、この人は女性ではありません。それについては別のところで証明しましたが、右はミケランジェロが質素な礼拝堂の天井画に描いた絵です。左はダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の絵です。やや角度が違いますから比較しにくい点もありますけども、こうした顔の称号においては違いがないという点で同じと判断します。右のシスティーナ礼拝堂のこの天井画には4枚の絵が描かれていますけども、その中の1枚です。そして残り3枚は皆ついているものがついているイコール男と判断します。そしてその背中にはやはりヒレが描かれています。このヒレに注意してください。先ほどジョルジョ・ヴァサーリの絵の中に描かれていた、ヒレと、そしてミケランジェロが別のところに描いた、ノアと3人の息子のところに描いたその人物のヒレと色、形、そして色使いが一致しています。そしてこの人物の右のですね、人物の皮膚も腰から下がぼやぼやとしています。この手法はラファエロも使っています。それも別のところで説明しました。そしてこの人物の皮膚を見ていただきたいと思いますけども、やはり皮膚のですね、輪郭線がぼんやりとしている点に注意してください。つまりこの人物もやはり脱皮するタイプの人間であったことを示しています。それと同じ手法がですね、岩窟の聖母の中の左の子供、そして、ジョルジョ・ヴァサーリの中央の下の人物にも表現されているということになります。こうして、絵画の手法といいますかね、表現の仕方が一致していくということです。つまりダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、ジョルジョ・バサーリもですね、要するに1500年後にイエスの操り人形芸術家であったという、つまりはその傍証が固められていくということになります。左はレオナルド・ダ・ヴィンチです。右はミケランジェロです。このような形で一致しているということですね。で、何故にこのような絵を描いたかということですけども、三者の絵を比較してみます。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ジョルジオ・バサーリです。そしてミケランジェロです。こうして三者が一致していきます。つまり脱皮する人間であり、そして背中にはヒレが描かれていて、そうしてそれぞれが共通性を持ってつながっているということです。となると、右下のこのジョルジョ・バサーリの絵に描かれている人物は替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。またその可能性も出てきたということです。で、話をもう一歩先に進めてみます。ジョルジョ・バサーリという画家を通して、1500年後のイエスはここに12という数字を隠し込みました。つまりここに描かれている左端の人物はニンフルサグであるということになります。もう一度確認しておいてくださいね。12です。そしてその数字はニンフルサグの神聖数ということになります。イコール左端の人物はニンフルサグということになります。で、そのニンフルサグは日本とも深い関係を持っています。日本の埴輪です。こうした埴輪が発掘されていますけども、やはりだんだんスカートを履いている点に注意してください。そして手の先は細く、人間の手のようにはなっていないことが分かります。この埴輪に注意してください。これはエジプト周辺で見つかっているやはり埴輪ですけども、同じようなコンセプトで表現されているのが分かります。手の先に注意してください。女性像ということになっていますけども、ぐにゃーっと曲がった腕、そして手のひらのない手、そして太い腰に注意してください。そして右端がですね、これがニンフルサグ像と言われているものです。こんな像も見つかっています。そのコンセプトは一致しています。つまり右端がニンフルサグ像であるならばですね、左3体もやはりニンフルサグ像ということになるのではないでしょうか。ただ女性をですね、このようにディフォルメ化して表現したとは私には考えられません。そしてそのコンセプトが日本の埴輪へと一致していきます。こうして日本の埴輪に描かれているこれらの人物は、つまりはニンフルサグであるということになります。林弘説です。で、同じような像がイランでも見つかっています。ぐにゃーと言いますかね、細い腕と、そして手のひらのない手、太い腰ですね。そしてティアードスカート、だんだんスカートです。これを偶然の一致と見るかどうかは皆さんの判断によるところだと思います。つまり日本の埴輪はですね、古代の神々を正確に表現しているということになります。その中の一つがこの埴輪であり、この埴輪は林弘はニンフルサグを表現しているものと判断しています。ニンフルサグです。メソポタミアで見つかっています。で、ぐにゃっと曲がった腕がですね、井戸尻で見つかっている、これは土器ということになっていますけども、左のような土器でも表現されています。左の土器の腕と、そしてニンフルサグの腕を比較してみてください。つまりはサーペント族の腕ということになります。よく見るとですね、指先が3つに分かれている点にも注意してください。先ほど紹介しましたこの、井戸尻で見つかっている土器の表面にもやはり3本指の、エイリアンらしきものが、つまりは私たちが神と呼ぶエイリアンが表現されているということになります。そして全体としてオメガマークを、モチーフにしているということも考えられるということになります。一応ここではペンディングマークにしておきますけども、要するに左が、土器ですよね。そして右がメソポタミアで見つかっているニンフルサグのシンボリックなオメガマークということになります。で、見方によっては左の土器もですね、オメガマークを表現しているように見えます。これについてははっきりしませんので、このままにしておきますが、現地で説明されているように、これは左はですね、カエルなんかではありません。神です。さらにこんな興味深い事実もあります。ニンフルサグですね。耳に注意してください。目の横にある耳です。下はハトホールです。エジプトの女神です。そして一番下が縄文ヴィーナスです。目と耳の位置に注意してください。耳が異様に離れているのが分かります。つまりこうして三者がつながります。これが何を意味するかは私には今のところ分かりませんが、古代の神々はこのような、骨格をしていたということになるのではないでしょうか。中心線と耳の位置を比較してみてください。耳が異様に離れているのが分かります。で、結論ということになります。1500年後のイエスはジオルジオ・バサーリという操り人形芸術家を通して私たち人間に何を伝えたかったのかということになります。そのヒントがこの矢印のところにあると私、林博は判断しています。この絵に注意してください。拡大し角度を整えてみます。するとこのような絵が浮かび上がってきます。絵の中央にはですね、星が7つか8つ描かれています。7つか8つです。そしてその下、向かって左側にはバホメット、つまりイエス・キリスト自身が描かれています。神を見かけで選んではいけません。そして向かって右側には羊、つまりチャーチ・オブ・ローマ、つまりローマンカトリックのシンボルである羊が描かれています。つまりマリア・イシュタールということになります。そしてこの中央下には地球が描かれています。その地球を挟んでバフォメットと羊が何やら話し合っているか、あるいは地球を取り合っているかのようにも見えます。その判断は皆さんにお任せします。つまりこうした構想関係をですね、1500年後のイエスはジオルジオ・バサーリを通して私たち人間に伝えたということになるのではないでしょうか。そしてこの絵全体に向かって左側にはニンフルサグが描かれています。エア、エンキ、プロメテウスの妻あるいは姉ということになります。人間を改造したエンキ、そしてニンフルサグということになります。そしてその右側には羊、つまりエンリル一派のイナンナ・イシュタール、つまりマリアが描かれているということになります。人間を改造したエンキ、そしてニンフルサグ、それに反対したエンリル、そして、イナンナ・イシュタールということになります。そうした構想関係がこの絵の中に表現されているということにもなるわけです。後の判断は皆さんにお任せします。Bye for now.